こんにちは、ナオキです。今日はね、何を話そうかなと思っているかっていうと、今日はリアル ID というものについてお話をしようと思います。で、このリアル ID については私結構前にね、動画作ってるのよ。で、動画でね、YouTube で調べたら何人か2人かな、でもしかしたら下にずっと下げてたんだけども、あんまり出てこないので、まあ、他に作ってる方いっぱいいるかもしれないんだけども、いずれにせよね、少数なので、もう一回ね、この動画を作らせてもらおうと思います。で、このリアル ID って何かっていうと、留学生にも適用されるし、駐在の方にも適用されるし、永住の方にも適用されるし、二重国籍の人にも適用されるし、アメリカの、ね、国民にも適用される、まあ、つまりはアメリカに住んでる全員だよね。これが、適用されるリアル ID ということだよね。で、このリアル ID っていうのは何かっていうと、以前の、ね、動画、先日作った動画は、古い情報は、ね、の動画は私誰も作ってなかったから、まあ、一回消すよっていう話なんだけども、もうこのお話は前からしてるんで、わざと後出しっていうのは誰でもできるんでね、あの方が作ったから私も作ったんではなくて、私は多分その時リアル ID の話したの、多分他に誰もその当時で作ってないんじゃないかな。まあ、いずれにせよね、いずれにせよ、まあそういう意味でもね、今回の昔の動画の方は、ね、消さないでおきます。このリアル ID なんだけども、結局の話何かって、もう最初にお話ししてしまうと、アメリカか、アメリカ国内あるよね。で、アメリカ国内を移動するときに、免許証でね、今までその身分証明って車の免許証で、アメリカ国内移動できたんだよね。それが、なんて言うんだろう、今までの普通の免許証じゃなくて、リアル ID っていうものに変えないと、国内移動できない、飛行機での国内移動ができないよってことね。飛行機の国内移動ね、車でね、例えばアリゾナにね、カリフォルニアからアリゾナに行ったり、そういう場合はもちろんね、飛行機ではないので、適用されないので、別にね、リアル ID を必ず変えないといけないってわけではなくて、もう任意のものなんだよね。ただこれって、特に日本人が多く住んでるカリフォルニア、私住んでるのもカリフォルニアなんで、カリフォルニアはその適用外だったわけね。あ、ちょっとごめんなさい。で、これ本来は2020年の10月1日から適用になるはずだったんだけども、コロナ禍の影響で来年の、ね、10月1日から始まるということなんだよね。今この動画作ってて、アップロードして、もう今日明日に多分ね、本来は施行されるはずだったんだけども、まあコロナ禍でね、1年さらに伸びたよって話なんだよね。もともとカリフォルニアと、あと23州くらいって言ってたかな、その身分証明出すときは免許証で良かったのが、それが免許証は免許証でもリアル ID っていうものに変えないと、その飛行機の身分証明書になって、いろんなその全米各地には回れないよってお話だよね。そのあとはね、その詳細についてはね、ジェトロのやつ見つけたんで、またちょっとこっちバーッと載せとこうか。ただこのジェトロの文章も、今年の、10月1日から開始されますよってことで、更新は多分されてないのかもしれない。だからもしかしたら更新実は1年伸びましたよとかっていうのになってるのかもしれないけども、まあパッと見た感じ、私が見た感じは2020年の10月1日から始まるよっていうことなんだけども、まあ、内容自体はね、変わらないのでね、それはその1年また伸びたよってお話。じゃあね、このリアル ID どうやって作るかっていうと、 DMV に行くっていうことだよね。で、 DMV っていうのは何かってわからない方にお話しすると、前もこれはお話ししてるんだけどね、そのリアル ID の時の話 でこれって DMV って日本でいう運輸局、陸運局っていうの、それと運転免許センターを合わせたような感じ。ただすごいね、DMV の動画についてはいろいろなアメリカにね、いろんな場所に住んでるアメリカの方の動画って出てくるんだけども、 DMV はねすっごい厄介なので、私もいくつか多分動画作ったことあると思うんだけども、1ヶ月くらい前に予約をして、朝一番で並んでもっていうかね、朝3番目くらいになったとしても時間通り進まないのよ。一番ね、最初の組員なのにもかかわらず、その予約時間から、ね、30分以上経過して作業が始まるとかってね。で、予約してない人たちはすごいね、むっちゃくちゃ列つくんだよね。で、私いつも違う動画でお話してるように、列つくの大嫌いなのよ。そもそも列作ること自体大嫌いなのよ。だからリアル ID は私作ってないんだ、実は。じゃあお前どうやってその他州とか、今までね、リアル ID っていうか、適用されてる州と適用されてない州、カリフォルニア州みたいにね、あるんだけども、どうやって
アメリカ国内に移動したかというとパスポートだよね。私は日本人なんで普通にこのパスポート使えばいいだけの話。さっき言ったように任意なので、ね、飛行機に乗る人もいれば飛行機に乗らない人もいるのに、飛行機俺乗んねえよっていう人もいるのにもかかわらず、無理やりね強制的にリアル ID にするってわけにもいかないし、あと私がね、なんでパスポート使ってるかっていうと、そっちの方が個人的に楽だから。なぜかっていうと、さっき言ったように DMV ってすっごい面倒くさいの。もう本当にいつ行っても列作ってんのよ。で予約を一番さ、もう一番の朝にとっても朝一にとっても始まるのがもう なぜかその30分後とか、なんじゃそりゃみたいな話になってくるので、だからリアル ID にするにはそんなお金は多分パスポートよりかからないと思うんだけども、何分その時間がかかるって。なんか昔ね、私リアル ID のね、そういうのもどんな感じなのかな他の人みたいなのをネットで見た時も、これはリアル ID の動画の前の時にお話ししたかな、なんか行った時に無作為にテスト、また免許のテストを受けさせられることになる場合があるらしいんだよね。でリアル ID を作りに行ってたよ。それで無作為にもう一回ね、運転免許のね試験受けてくださいとか言われたらさ、受けたくないでしょそんなもん。だから確かその人はじゃあいらねえよみたいな感じで、じゃあリアル ID いりませんっていう話になったら、じゃあ受けなくていいよって話になって、でそれでリアル ID の手続きしたってことなんで、まあそこら辺適当なのかなみたいな。もちろんね、カリフォルニア州に移動するときはその自分の運転免許証、アメリカの運転免許証をはいと渡して、でね、サンフランシスコに行ったりとかね、出張とかね、私結構だからアメリカ国内とかもいろいろ行ってるでしょ。で他州行ったときは自分パスポート使ってるのよ。そのどこの州が適用されるかいちいち調べるのめんどくさいんで、それだったら自分のね日本国のパスポートを出せばいいだけの話だからね。でね、だってパスポートって大体10年じゃない。でじゃあパスポートなくしたらどうするのって話だけども、それはね例えばこのロサンゼルス郡で言うと、じゃあまたねまあ紛失するのはそれは良くないんだけども、また再発行してもらえばいいだけの話よ。でもさ、パスポート作るとお金かかるでしょ、1万5000円くらいみたいな話になってくるんだけど、まあ確かに高いよね。ただ私はその DMV に列作ってまたなんか試験みたいなのとか手続きとか受けてる、その待ってる時間とか何時間とか待ってるんであれば、素直にそのリトル東京らへん の領事館行って、で1万5000円払って10年のパスポート作って1週間後来てくださいねって言ってすぐ帰ってきて、それでまた取りに行きゃいいなって思ってるからね。だから私はそのリアル ID に交換するか作るか、その自分の何パスポート使うか、どっちかって言ったら私はパスポートの方が楽かなって思うよね。本来であればあと数日後10月1日にそのリアル ID っていうのは全米で施行されるはずだったんだけども、まあ、今回のコロナ禍でね、まあ、1年延長しましたよっていうことになったので、まあ、そのお話と、あとはまあ個人的に、まあ、パスポートの方が私はいいのかな日本人の場合はみたいな、うん、よっぽどその領事館がね遠いとかね、それ以外だったらは、まあ、仮になくしちゃいけないけどもさ、なくしたとしてもその DMV 行くのすっごい億劫なのよ。行ったことはある方分かるかと思うんだけども、ね、人気のいない DMV だったらいいかもしれないけども、例えばその大都市みたいな DMV だとどうしてもね人がすっごいいるから、うん、もう並ぶのでさえねもう何時間とかね待ちになったりするからね、すごいバカバカしいんだよね。私個人からしてみればパスポートでっけえじゃんっていう人もいるかもしれないけども、たかだかこれくらいとこれくらいの違いだよ。どっちもねカバンの中入るし、どっちもポケットに入れようと思えば入れられるじゃないね。まあ落とすかもしれないけど、落とすのはどっちにしても同じだよ。だってカードだけポケットに入れてるわけじゃないでしょ。財布だって落ちる可能性あるし、なおさらねカードだけ持ってても落ちる可能性なおさらあるわけだから、だからまあどっちもどっちだよね。なんで見ている方はね自分の使いやすい方を選んでいただいて、でアメリカ国内をね飛行機で移動する場合はそのリアル ID っていうのが必要、もしくはその自分のを証明する何かが必要なんで、どちらかだね。多分二重国籍だった人の場合でもジェトロの方にも載ってるんだけども、別にアメリカのパスポートでもいいし、自分が要するに証明できるもの
だよね。それを提示すれば飛行機乗れるってお話だよね。なんでここまで面倒になったかっていうと、そもそもはあの911のテロ事件から始まった案件なんで、まあ、あの安全とね、あと身元の確認みたいなために。というわけでね、本日はリアル IT のお話をさせてもらいました。これはあの一番冒頭でお話ししたように、留学生だろうが駐在の方だろうが、ね、あの永住権を持ってる方だろうが、二重国籍の方だろうが、アメリカ国籍のだろうが、とにかく、そのリアル ID もしくは自分を証明するそのパスポートなりは、あのアメリカ国内に今までその、ね、免許証だけ、アメリカの免許証だけあの見せれば移動できたものが、それができなくなるよっていうお話です。それでは、ね、本日の動画これで終わりにします。おやすみなさい。